こんにちは、冷戦です。今日は6月18日金曜日になります。実験生活1160日目、不老不死週1絶食60日目と、だいたいパンとヨーグルトで生活実験40日目です。天気は曇り、現在時刻は正午12時48分ですね。今日はヨーグルト、2、3杯と、あとパン1斤とからし漬けですね。昨日のやつが少し残ってるんで、それ食べて、あと足りない分は新たに、ね、新しいやつちょっと出してきて、であとグリーンキウイですね、とあともしかしたら春みかんも食べるかもしれないというところです。その辺でやっていきます。で、朝はジョギング行って、でなるべく午前9時頃に計測入りたいところですね。そしたら始めていきます。今日の1杯目入れていきます。これ B の瓶ですね。6月11日午前9時頃に仕込んだ40世代目、10時間発酵のタイプ。こっから出せるだけ、どのぐらいいけるか分からんけど、これあれだ、全部使い切っちゃっていいやつだ。また一から作り直すんでね。富士っ子のヨーグルト買ってこないとな。でグリーンスムージーを200、でスタイル1、きな粉大さじ2杯、でターメリックを 2g ですね。でブラックペッパーを 1g、あと水ですね。で昨日残りを入れていきます。ながらの目水を300、なんか目がちょっと痒いんだよな、多分花粉症だと思うんだけど、であとこれね、小ナスのからし漬け、ちょこっとだけね、ちょっと酒残ってるんでね、これ取っていきます。なくなったら次のやつね、まだあるんでね、次のやつをまた取っていくってとこですね。であとこれグリーンキウイですね、これも食べていきます。次入れていきます。これ C の瓶ですね。6月12日正午12時頃に仕込んだ41世代目9時間発酵のタイプ。ちょっと味確認します。味はいいですね。ここから300でもやっぱちょっと過発酵気味かな。カスピ海ヨーグルトっぽくないな。でグリーンスムージーを200、きな粉大さじ2杯、ターメリックを 2g、 ちょっと少ないか、ターメリックもうないよこれ
めっちゃ早いね、なくなるの。で、ブラックペッパー 1g。 水は、まあ、ちょっとあるか。ないか。そしたら当ててきます。あ、一応今日これね、新しいやつ、まあ、出そうと思うんで、これ食べていきます。次入れていきます。これ C の瓶ですね。ここからは300、結構寝ちゃって、あと幽体離脱も長い時間やったんだけどね、今日は進展なしだね。でお腹空いたもんで、めっちゃ空いてんだわ。やっぱあんまお腹空くと幽体離脱できんな、訓練にならないっていうか、やっぱちょうどいいお腹の具合があるな、間違いなく。膨れすぎてもあかんし、好きすぎてもあかんし。でグリーンスムージーを200。きな粉大さじ2杯。で、ターメリックですね。ここは 2g。 昨日と今日と朝立ちしてないんだよね。で、昨日も今日も早朝にジョギング行ってないんだわ。なんか関係あるかな、これもしかして。早朝っていうのがすごくでかいのかもしれないね、あれ。早朝の朝の空気っていうのかな。朝の空気って実はすごいのかもしれない。で、ブラックペッパー 1g。あるいは何か別の理由があるのかな。水飲んじゃうか。ながらの名水を300。そしたら取っていきます。今9時ですね。そしたら計測入っていきます。ウエスト測っていきます。正面、側面、中、73.5 ですね。OK。
血圧115-74です。今日の結果報告です。今日は天気曇り、睡眠時間7時間ほどとっています。午後6時半から10時までの3時間半と10時半から翌日午前2時までの3時間半合わせて7時間です。まあちょっとあやふやんとかあるんでまた確認します、編集の時にね。でジョギングとウェイトトレーニング今日はなしです。もう今雨すごいんでね、すごいっていうかもう土砂降りかな、かなり本格的に降ってるんでね、これで走り行くのはちょっと頭おかしいって思われそうなんでとりあえずやめとく。また昼とかねちょっとやんだりして走れそうだったら走るけど、まあ、朝はちょっと無理だったんでね。で日中の室内温度、正午12時40分頃計測で26度、湿度は 55% でした。飲んだものヨーグルト、自家製のカスピ海豆乳ヨーグルト、今日は B40 世代目10時間発酵のタイプと C41 世代目9時間発酵のタイプで合わせて3杯で 900ml 取っています。グリーンスムージーは600、水はながらの名水で 390ml です。合計が 1890ml、 水390のため実質は 1500ml になります。水が今日少ないんだよね。ここのとこ900とか1170とか、まあ1リットルぐらいいってたんだけど今日390で2杯目だね。2杯目の300のうち、まあ、90しか飲んでないもんで残りは冷蔵庫に入ってます。であとこれプラス固形物ですね。今日はからし漬け 40g とグリーンキウイを2個、まあこんだけです。パンは作ってない。今日はまあそうパンはいらないかなと思ったんでね。できな粉大さじ6杯、ターメリック 6g、 ブラックペーパーは 3g です。尿回数5回出てて、濃さ平均的ほぼ無色、量は平均的な量でした。大便今日1回出てます。翌日午前4時20分頃色褐色、チューブとバナナ状20センチプラス細バナナ状10センチ平均的な硬さで匂いはわずかにありってとこですね。匂いはねもうわずかっていうかまあほとんどなしって言っていいぐらいだったんだけどね。なんだけどまあかろうじてわずかにあったかなっていうとこですね。でおならはたまにありで匂いはなしです。おならはまあほとんどなかったですね今日はね。今日の計測時刻午前9時頃です。昨日よりも3時間ほど早いですね。まあその分 0.3 キロぐらいは増えてることになります。体重 65.25 キロ、昨日に比べて 0.15 キロの増加です。なので昨日と同じ時間に測ったら 0.15 キロのマイナスですね。まあ体重はそう変わってないという見方でいいと思います。微妙に減ってるぐらいですね。BMI 20.6 でプラス 0.1、 体脂肪率は 14.7% で 0.5% の減少です。なんでまあ体重はまあほとんど変わってないんだけど体脂肪率だけまあそこそこ落ちてるってとこです。血圧115-74、最高血圧プラス2、最低血圧マイナス1なんで血圧は変わってないですね。脈拍60でマイナス9、ウエスト 73.5cm で変化なしです。で今日の気づき、まあ、今日は昨日の動画だね。昨日の動画の編集作業中にまあ思ったんだけど、その動画の中でね午前1時頃だねの顔がね結構老化してたんだわ。なんで6月17日分かこの日のパンだね、パンが焼けてたんだけど、ちょっと気づかなくってみたいな、まあ、説明してる時だね。1時15分頃なんだけどさ、この時の顔がなんかねこのほうれい線っていうの、ここがすごく目立っててさ、うわなんか老化してるじゃんみたいな感じだったんだわ。これ何が原因かなと思った時にね、可能性があるのはねグリーンキウイなんだよね。グリーンキウイ、あとはその2杯目だね、2杯目の、まあ、グリーンヨーグルトを、まあ、結構一気飲みしちゃってたもんで、でそれで寝ちゃったもんで、それがまずかったのかなっていう可能性がありますね。まあここ検証が必要かなと思うんだけど、なんかグリーンキウイ取ったら老化するかもしれない、老化するっていうか、なんか顔の状態悪くなってるからもしかしたらね老化する可能性があるってとこですね。で今日もねさっき顔見たけど、なんかやっぱここのほうれい線気になるんだよね。
なんでなんかグリーンキウイ良くないかもしれないね、うん、例えばまあ農薬が入っててさ、うん、おいでマイナスとかさ、まあ私は皮ごと食べちゃってるからね、あの皮に農薬ついててそれが体にマイナスでね、で老化、うん、させてるっていう可能性もあるんだよね、うん、ちょっとグリーンキウイは、うん、いまいちかもしれない。まあ前からグリーンキウイ魂の反応良くなかったからやっぱ良くないのかなってちょっと思ってるとこですね。ただ1階にあるんだよ、家の1階にグリーンキウイが、うん、うちの父が毎日食べてるもんで、なんでね、一応それ私も食べていいっていうことだからそれだったらお金かかんないじゃんねその辺もあって使ってるんだけど、でも昨日今日と撮った感じ顔の状態良くないもんで、うん、老化するんじゃないかなグリーンキウイって思ってるとこですから、今日も寝る前にちょこちょこと飲んだでな、ヨーグルト。寝る前に結構飲んじゃうとあかんのかもしれないし、まあ、そこの可能性もあるんだよね。なんで、うん、キウイが原因なのか、あるいはヨーグルトを寝る前にね、結構たくさんお腹に入れることが原因なのかっていうね、ここも見ていきたいなと思ってるけど、ただね、空腹の状態で寝るっていうのはなんかね、どうかなって結構寝てるとお腹すくんでね、すく時があるっていうか、すかない時もあるんだけどさ、すく時はすごいすくもんでね、ある程度入れときたいなと思うんだけど、でもお腹に入れるもんでいかんのかもしれないですね、うん、やっぱ寝るとね、体って動きがさ緩やか緩慢になるじゃん、腸の中に残ってる状態っていうのかさ、消化に時間がかかるっていうのか、そうすると体に負担になってね、で老化に働くっていうか、老化にまあ落ち込むっていうか、まあその可能性はなくはないなと思ってるんだけど、一番可能性高いのはグリーンキウイの農薬じゃないかなって思ってます。うん、多分農薬絶対使ってると思うしな、まあもうちょっと様子見てですね、でやっぱああいうグリーンキウイダメだぞと思ったらやめるし、うん、そしたらまあオレンジだ、オレンジっていうかみかんだな、みかん系柑橘系だね、柑橘系でやっていくっていう、今がシフトしようかなと思ってますけどね、もうちょっとやってみないと何とも言えないんで、まあグリーンキウイはちょっと何日間かね取ってみようかなと思ってます。まあそんな感じ、一応ね、なんか顔が昨日と今日で老化してたもんで、でその老化のタイミングとグリーンキウイのタイミングがまあ合うんだよね一致するんだわ。まあそんな感じです。一致するっていうか、今日に関してはまあ朝だもんで、うん、グリーンキウイ取ってからだいぶ時間経ってるんだけどさ、うん、何かしらのなんかね、うん、農薬のような薬品が影響してる可能性はあるよね。まあそんだけかな、うん、今日は別に気づきって気づきないですね。で幽体離脱の方もね、あんま進展なかった、あんまっていうか全然進展なかったね今日は、うん、瞑想の方もやってたけど、なんかいまいち深く入れないなって感じだったんだわ。もしかしたらあれかな、グリーンキウイかなこれ、どうかなってとこですね。ちょっとグリーンキウイやめた方がいいかな、なんか、やっぱみかんか、みかんでやった方がいいかな。美味しいんだけどな、甘くて美味しいんだけどな、なんかお菓子買うぐらいならグリーンキウイのがいいなと思うんだけどさ、ちょっとなんか怪しくなってきたねグリーンキウイ。まあなんかここ2日調子悪いんだわ、ペニスもなんか朝立ちしないし、で顔もちょっと老化してるし、で幽体離脱の訓練もなんかいい感じじゃないし、瞑想もそうだねいまいちだし、でこの2日ともグリーンキウイ取ってるから、グリーンキウイがダメなのかなって思ってますちょっと明日なしにしようかな、グリーンキウイなし、もしかしたら体にマイナスになってるもんで朝立ちもしないとかね可能性あるでしょ
ちょっと取るのやめようかな。で春みかんがあったもんで、あれはちょっと明日明後日ぐらい春みかんでやって、でまあどっかで買い出し行けそうだったらね、ちょっとヨーグルト、富士っ子のカスピ海ヨーグルトですね、あれ市販のやつだね、買ってきて 400g のやつで、瓶がもう一つ空になったもんで、あの瓶使って仕込むですね、また1からね、1から仕込むんで、だから一回ちょっと買い出し行きたいんだよね。で多分買い出し行ったらなんか甘いもん買ってきちゃうと思うから、まあブルーベリーでもいいけど、まあとりあえずドミーに行こうかなと思ってるんで、ドミーに行ったらあのクリラクガンがあるから、クリラクガンちょっと買うかなと思ってるところですね。あと小麦粉だ、小麦粉ももうないもんで、あの日清のパン専用小麦粉ね、あれも買ってこないでいかんね。一回ちょっと買い出し、まあ明日は多分一日雨っぽいんでね、明後日行こうかなと思っています。どっかで買い出し行きたいってとこですね。まあ今日はそんな感じです。で明日はなんでヨーグルトとパンと、パンはもう仕込んでるもんで、やっぱね寝る前にパン仕込むよりもね、あの朝だね、早朝ジョギング行く前に仕込んで、午前5時頃だね、午前5時頃に仕込むと正午12時頃にパン焼けるんだわ。で最近寝始めが夕方ぐらいだもんで、正午12時から夕方の間でパンを食べるっていう形ですね。まあその方がもしかしたらいいかもしれないなと思ってます。でお腹に入れて寝る時もヨーグルトを入れて寝るよりもパンを入れて寝た方がいいかもしれないし、もしかしたらね、まあその辺を見たいってなるしな。あとそのパンもね、焼き上がるちょっと前にね、そのパンケースの側面になんかへばりついてる部分があったりすると、そこがもう焦げちゃってね、食べれなくなっちゃうもんで、だもんでパンが焼ける、まあパンが焼ける時っていうか7時間かかるもんで、パン焼くのにで6時間経ってからなんだよね。それからあのホームベーカリーに熱が入って、で1時間かけて焼くんだわ。なので1時間ちょい前ぐらいに1回開けてホームベーカリーね、で側面にパンケースの側面についたのをまあちょっとそぎ落として、で整えて、でそっからまあ焼きに入るっていう形の方がいいなと思ってます。無駄がないんでね、捨てなくていいから。なので7時間かかるんだよパン焼くのに天然酵母モードだとね。で6時間の間はあの1次発酵2次発酵でね、ベンチタイムとかさ、その辺やって、で1時間前ぐらいから熱が入り始めるっていうのが、だいたいまあいつもそういうなんだわ。で熱が入り始めるちょっと前ぐらいにね、まああの整えるっていうか、壁面にね、壁面にべちょってついてるやつをね落とすっていうね、まあそういう風にしたいんだよね。そうすると焼き上がる1時間前には起きてないといけないわけだ。だけどその寝る前にパンを仕込むとそれができないもんで、ちょっとなんか勝手が悪いんだよね。だからまあジョギング行く前にパン焼き始めたら、まあジョギング行ってる間ね、こねるじゃん、こねる、あのなんか結構音がするんだよね、結構ねこねる音がするっていうのも、まああのジョギング中だったらね別に気にならないっていうか、本当でもいいじゃんでも寝る前にパン仕込むと寝始めの時に音がするんだよね、こねてる音がするもんで、あれはあれでな、まあちょっとなんかやっぱ、スムーズじゃないっていうのかな、やっぱ一番いいのは5時だね、5時頃に仕込んで、おいでまあ11時ぐらい、11時前ぐらいになったらちょっとヘラでね整えて、で12時頃に焼けたのを食べるっていうね、この形がいいなと思ってるところです。なんでまあ今後そうしようかなと思ってます。でパンはまあ2日に一遍かな、その辺がいいかなと思ってる。まあどうしても食べたかったらまあ作るけど、基本2日に一遍ぐらいでいいかなって思っています。
そしたらまあそのパン作った日と翌日はなんでもうヨーグルトとあと漬物っていうね、まあ絶食にほぼ近い形だ。漬物なんて知れてるもんでさ、あの今取ってるねからし漬けなんかほとんど誤差みたいなもんだからね、なんでまあ半絶食みたいな状態だ、でパン食べて半絶食、パン食べて半絶食みたいな感じで、まああのねそれ3回続けるわけだよね、パンある日で半絶食、パンある日半絶食、パンある日半絶食で、その最後に絶食の日だね完全絶食の日を設ける。これで7日間になるわけだ。このやり方がいいかなって思ってます。そうすると半絶食の日が3日間できるもんで、その日は割とその幽体離脱の方もね、調子がいいかもしれないでしょう。まあ食べてる日もやっぱ必要だしさ、パン食べる日も必要だし、半絶食ばっかだと体重体脂肪率減ってっちゃうと思うから、それはそれでマイナス。まあ減らなくなってきてるけどな、今あんま食べなくても減らなくなってきてるけどね体重体脂肪率ね。だけど、まあ一応パンはね欲しいなと思うもんで、やっぱあると大きい、かなり大きいんでね。なんで、まあ、今後はそういう風にできたらね、なるべくね、1日おきにパンを食べるっていう形で作るのは朝早朝だね、早朝ジョギング行く前に、まあ、仕込むって形ですね。それでやっていこうかなと思ってます。そんなとこかな。あとね、まあ、アイスクリームは随分食べてないんだけど、あずきバーってあるじゃん、あずきバー、あれだったらねまだありかなって今ちょっと考えてんだよ。あずきバー、あれも砂糖入ってんだけどさ、まあでも最近まあ砂糖物を取ってるから、まあたまにね、たまにまあ食べるんだったら、まあ、ああいうお餅とかさ、まあ他のさ体にちょっと悪い、まあ、添加物とかいろいろ入ってるものを買うよりさ、それよりは小豆バー買った方がまだマシかなっていうね。小豆バー確か添加物そう入ってなかったよねあれね。本当はなんか、小豆粒あんをまあ固めただけみたいな凍らせただけみたいな、そんな感じだよね小豆バーってね。でそれでいて結構美味しかったよね。小豆、砂糖、食塩とかそのぐらいじゃなかったっけあれ。なんかあんま添加物入ってない記憶があるんだわ。これだもんで、あれだったらまだありかなっていう、特に夏場とかね、って思ってる。ただ結構甘かったんでね、歯に悪いだろうなと思うし、砂糖結構取っちゃうもんで頭にも悪いだろうなと思うけど、まだマシかなっていうとこですね。あんまたくさん取らなきゃまだいいかもしれないと思っています。まあバリエーションとしてね、まあほいでも砂糖は完全にゼロにした方がいいのは間違いないもんで、まあなるべくなしの方向に持っていきたいとは思ってるとこですね。まあフルーツだね、みかんで、なるべくみかんでねしのげるようにはしていきたいけど、まあ、無理やりやってもうまくいかないんでね、まあゆっくり徐々に徐々にって形で、まあ砂糖入ってるものもまあ多少はね、多少は取りつつ最終的にはゼロにするけどさってところです。一応まあそんな感じで、まあ個人的に粒あんとか好きっていうのもあるけどさ、あの小豆バーだったらまだいいかなってとこですね。まあなんで今後ちょっと買ってくるかもしれないです、小豆バー。で食べてみて、ああやっぱちょっと砂糖多いわって、やっぱちょっと良くないなって思ったらまあやめるし、まあいろいろちょっと試してみるってとこですね。体が嫌がらない、食事間食のねを探すってとこですね。あ、これなら体が嫌がらないって、なんか負担になってないっていうね、そう思えるところを探すってとこです。まあそんな感じですね。そしたら実験生活1160日目完了です。それではまた明日。